やっぱり、あ、上げる感じにしとけば、うんうんうん、ちょっとセクシーショットでありつつ、うんうん、実は結構ちゃんと殺し屋なんだみたいな、めちゃくちゃ優しいし、みんなにモテモテな高校生なんだけど、実は恨みを持ってて父親を殺すために。よろしくお願いします。今回もマイキーが来ました、イエーイ。最近漫画プロジェクトが、うん、再開しようと思って、はい、いろんなキャラクターデザインをやっています、はい、やってみていますが、まあ、ストーリーはまだはっきり決まっていない。それでもキャラクター少し軽くデザインしようかと思って見てもらいたいです、はい、iPad Pro、うん、で Apple Pencil を使ってキャラクター、まあ、一応コードギアスとかソウルアートオンラインとか、うん、ハーレム状況になるもの、はい、という漫画を描きたい。 AKB みたいにみんなメインキャラクターが気にならなくても、うん、多分好きな女の人を見つければ、はい、この漫画読みたくなるかなという作戦でいこうと思っています、はい、でストーリー的に男の人が、子供の頃、うん、両親に捨てられてまあ理由はまだはっきり決まっていないけど、うん、いろんな女の人が襲ってくる、うん、襲ってくる、殺す。簡単に言うと初めては襲ってくる、うん、けど結局仲間になって裏切ったお父さんにリベンジ。主人公が？主人公女の人はなんで襲ってくるんですか？まあ、それは漫画で説明する。見せます。こんな感じです。もうしっかり書いてる。書きました。一人顔ないけど、終われなかった。完成するまでちょっと時間が足りなかったけど、まあ、今は具体的にどんなキャラクターがいるかはっきり決めないで、最初はシルエットだけ描いた、うん、背が低い人とか背が高い人とか、うん、シルエットでいい感じにグループ作りたかった。私多分一人ずつ作ったらみんな同じ身長になっちゃう。ほう。だからこういうこれで、ただ背が低い人も主人公がこういう身長とかバラエティができたから。じゃあ最初の感想はどうですか？そうだな。服装がバラバラすぎて、なんか時代背景っていうのが同じ世界から来た人なのか別の世界から来た人なのかって思っちゃうなっていう。確かに。この子は現代っぽいし、主人公はまあちょっと未来っぽいし、この子も現代ファンタジーっぽいけど、この子はちょっと昔かな。そうね。あのこの子なんかビジュアル的にこうなんだろう、あんまり武器とか見せたくない。あ、今はあの、うん、短い剣入ってる。いいんだけど、あのなんか例えば武器をなるべく隠しておいて、だその倒す時に出すとかだったら、あ、これ太ももに隠した方が。そうね、あの隠したいんだけど、キャラ表を作るときにどうやって、まあ、実はポケットに入ってるのが銃とか武器が入ってるよとか。それは逆に言うと、まあ、エロシーンじゃないけど、スカートふわって上げといて太ももが見えるようにしたら、一瞬風が吹いたみたいにして。なるほど。そうしないとこの子めちゃめちゃ分かるところに武器装備してるから。そうなんだ。襲ってくるときに何か分かっちゃ う, そ う, そ う, そう、まあ、まず基本的なところなんだけど、その立ちの位置が地面これここになってるのにこっちはこうなってるから、うんうん、これはまあこういう感じですかね。ああ、足のつき方ですよ。こっち親指あって他の指がある。他の人たちも足がやっぱりちょっと地面が斜めになってるみたいに、つま先立ちになってる。この人もまた同じところには立ってないんだ。この人の足はよくかけてるけど、後ろの足が地面についてるとしたらパースがこう張ってる。そうね。まあちょっと細かいけど、ここは丸めにしといた方が女の子っぽいかな。あ、ちょっと尖っちゃってるから。うん。さっき言ったこのところだけど、まあ胸あって、うん、体あって足あると思うんですけど、まあ、仮にここにナイフがあるとして、そうね。そういう風にしたかったんだけど、やっぱり、あ、上げる感じにしとけば、うんうんうん、ちょっとセクシーショットでありつつ、うん、なんかそういう、あ、なんか見た目一瞬は分かんないけど、
実は結構ちゃんと殺し屋なんだみたいな、うん、というギャップ作りたかったんだ。逆に言うとこの2人はその装備してるとか武器が分かるけどこの子は決まってない。あ、まあ、正直この主人公の、ワンポイントもあまり決まっていない。一応、アーケードコントローラーはマイブームだから、なんかドローンを使ってリモコンで操作してドローンで戦うとか自分戦わんのかい。 なんとなくワンポイントが思いつかなかった。簡単に入れるなら背中に剣入れたらいいのか。超シンプルな、うん、ちょっとシンプルすぎたね。一番こだわってるところが黒のジャケット着せたかった、はいそれだ、本当にそれだけ考えてた。まあそれはまあ別にいいんじゃないですかただそれ以外、うん、イメージ的にちょっと薄くなってる。まあまあ結構でも丁寧に書いてあるなって感じ。一番書き込みがちゃんとしてるのはこの2人ぐらい。うん、でも足のこういう形自体は結構いい感じに書けてるんで、あとは下のあやっぱり地面の意識を全員同じところに立ってるんだっていう書き方をしないと、うん、簡単にどういう風になせますか、こういうのをなんか合わせるなら。まあ、ちゃんと地面のバースがあるよっていうのをこう意識した上で履かないといけないので、うん、まあ、この子はこれのこの足だったら多分こっちの足はちゃんとかかとまで下についてる感じにした方がよくて、こっちはまあ浮いててもいいけど、ああ体こっちに来てるし、うん、ってことは多分重心こっちにかかってると思うんで、ああこっちは浮いててもいいんですけどこっちはちゃんと地面に浮いてる。あこっちの方が肩の位置がこっちと多分この辺にある絵的に感じに見えるんですけど、うん、ってなると若干上から見てる感じになるんで、あこの子だけパースがなんかこういう感じにかかってる。あそうだね、カメラが力見てるみたいな。そうだね、俯瞰になっちゃって、そうそう、あこれはできるだけ同じ位置に下げて、ね、本当はみんなウエストラインはアイレベルだそうだ、ね、にしたかったな。足はまあこっちはこれでいいけどこっちも同じ高さにしてあげる感じにすればいいかな。うんうんうん、まあ、一気にまとめて1枚のように書かなくても一人ずつ書いて、うんうんうん、いけばよくて、単純に下のパースを急にこう書いたりとかさえしなければ大丈夫かな。まあ、主人公はそんなに個性的じゃなくてもいいと思うけど、うん、もう少しなんかワンポイント入れるなら、今その髪の色がちょっと違うぐらいしかワンポイントない。ああじゃあそれでいいけど、で女の子たちをどう仲間にしていくのかっていう経緯も、最初は戦って、まあ、襲ってくるから戦って、まあ、戦いの間で実はこういうものですよ、ただお父さんと話したいんだ。じゃあ主人公って結構暗い感じなの？暗い、まあ、リベンジしたい、うん、そういう設定で面白いものが集まっちゃう。ああでもリベンジするのもそうリベンジしてやるぜっていうテンションのやつと、密かにこう人には言わないけど黙ってこう黙々とリベンジを進めるタイプとかあるじゃん。心の中の闇とか考えとけばいいかあそれでいいんなら全然いいんだけどそういうねいろんなタイプがある。復讐するにもどういうモチベーションでやるかってい う, うーんそうね、この結構リア充っぽいですね。全然闇っぽくない例えば本当はそれでいいけど、例えば現実の世界では、うん、めちゃくちゃ頭もいいしめちゃくちゃ優しいしみんなにモテモテな高校生なんだけど、実は恨みを持ってて父親を殺すために生きてるっていう裏設定があることにするのか、うんうん、普通に日常生活の中でもクソって思いながら学校でもそういう感じで生きてるのかとかでもだいぶ変わってくると思うんで、で性格の設定をもうちょっとはっきりさせたいところは、うん、ストーリーにだいぶ絡むと思うし、うん、この来る資格というか敵たちをどう仲間にするのかっていうのもやっぱ性格左右すると思うから。じゃあ後ろに、うん、なんかお父さんの顔とか、ああこのイラストとして、そうそうそう、影になっているお父さんのなんか、まあそれもいいけど、まあまあ逆にスタンダードっちゃスタンダードだけどよくあそうですね、いろんな表現があると思うから、例えばお父さんとその子供と一緒に笑って肩組んでるけどお互い手にナイフを持ってるとか、そういう表紙の方がなんでって思うから、あなんかファミリー家族の写真みたいにうまくいってるけど、あ実は2人とも手にナイフとかナイフ銃とか持ってるだったら、なんでっていう疑問が起こるから、まあ興味を持たれるよね。
じゃあなんで感が大事ですよね。 それをなぜかを知りたいという気持ちで買わせるのもまあ、なんか今はまあいろんな身長のキャラクターがいるんだけど、そのなんで感が足りないな。それかそうだな、例えば主人公手挙げてて、うん、まあ、ここにいろんな女の子がいて、うん、全員がこう武器を突きつけてるイラストとかにするとなんでってなるじゃん。あ、そういうなんかなんで感とか、うーん、それがなんでそうなってるのかを知りたいという気持ちを起こさせた方が、じゃあこういう困っているはずの状態でも笑っている顔にしたら、うん、だからそれでもいいと思うし、やっぱり大事ですね、うん、なんでとならないと気にならない。そうそう、いいね、いいね、いいね、嬉しい、あ、嬉しいわ、レイは、レイは関係ない、レイはやっぱりそう、そうだ、そうだ、いいね、たまにならない、その光、光が、あの電球が、あ、気づいたみたいな、それがなんか鍵になる、なんかどういう風に進めばいいかわからないけど、うん、なんか鍵になる情報が入ってきたら、あ、そういうの、自分でも謎だと思ってなんでか知りたくなって漫画を買ってくれる。まあやっぱり お金が目標。うん、まあそれは正しいけど商品としてね。いいね、もう漫画描きたい。いいね。じゃあナイフとか銃とかキャラ表を描くときに仲間になることを目指してたんだけど、実はその最初は敵として入ってくるのは。面白いし、それをなんか敵が仲間になるのまあまあなくはない話ですけど、お父さんの側の組織の作り方、例えば敵 A グループ、敵 B グループ、うん、C グループってあって、 A が一番下のランクで、うん、B がその次のランクで C がその次のランクっていう、うん、階級付けをしてあげれば、その A のランクの人たちが味方になってくれたけど、でも B は強いから結局 A は一緒に戦わないと勝てないとかいろいろできるじゃないですか。うんうん、さらに C がいたら C はめっちゃ強いんだけど、うん、今までその反目し合ってた、その敵対し合ってた A と B がでも C を倒すためには一緒にやらないといけないってなったりとかができるでしょ。ああ、でさらに親父がいるわけだから、あ、そっか、チームにならないとお父さんに勝てないとかにすれば、その一つのグループじゃなくて ABC とかに分けた意味も出てくるし、うーん、っていう幅をね。じゃあ私が書いたグループだと、これでもなんか ABC グループとかでもいいし、 A グループが何人いるかも分かんないけど、ああ、でもじゃあこの3人は全人 C 全部 A でも C でも B でもいいですけど、だとしたら例えば話が進んだ時の表紙とかでは、例えば A グループが全部仲間になった後に驚かせる表紙としては、ただその A グループが全員倒れてる真ん中に1人女の子が立ってれば、そいつは A じゃなくて B か C のやつが来てて、こいつは1人で全員倒せるんだっていう表紙になるじゃないですか。ちゃんと内容を興味持たせる表紙とかを作らないといけない、うん、やっぱりこのコミティアで多分準備できるものは16とか19ページくらいしかできないと思うから、うん、やっぱりこれがまあ3話とか4話とかの表紙として使ってもいいけど、やっぱり最初の時は敵で、うん、まあこれに単純に後ろにお父さんのシルエットを入れといてもいいし、あとはそうだな、さっき言ってたそのお父さんと主人公が、うん、まあ、こう肩組んでいて、あ、こっちはなんかナイフ持っててこっちはピストル持ってていいね。で、あの風景ね、ピクニックとかの風景で木とかあって山とかあるけど、この辺にこうもうすでに四角の女の子が隠れてたりとか、うん、すると例えばピクニックの親人たちに見せて、ここになんか剣持ってたりとかするとここもなんでだし、ここもなんでだからし、で読めばわかるからっていう風に作れるかなっていう気がする。あのこの前あの漫画の第1ページ書く動画も作ったことで、うんうん、それも結構謎、その剣がなんでそういうところに刺してあるか、はい、それも
謎は大事でしたね。そうですね、初めの数ページとか、その例えば本の表紙とかは中身が見れない状態ならなおのことそれで買わせないといけないから、買ってもらわないといけないから、うん、疑問を持たせるのは大事かな、うん。まあ、漫画の表紙として書いたわけは特にないんだけど、そのやっぱりあの花みたいにいろんな身長とか体型とかある方がバランス的に面白いかな、うん。では、はい、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。なんか自分の漫画もっと気になった。あ、よかった、ありがとうございます。勉強になりました。ぜひ楽しみにしてください。これから私もトニーもカティも、まあ、ウルフさんが時間があれば書くも、その漫画プロジェクト、いろんな動画、これからもマイキーのアドバイスもらいながら動画作る企画なので楽しみにしてください。あとは登録お願いします。そして他の動画ぜひ見てください。バイバイ。バイバイ。書きたくなった。よかった。